皆様ごきげんよう、てるてる百貨店になります。今日のですね、商品レビューは、まあ、おもちゃフィギュアになります。こちらですね、まあ、物としてはもう、YouTube でも結構取り上げられてますし、商品自体がちょっと古い、商品なので、まあ、今更感ありますが、最近、先日の私の動画でも紹介した通り、ロボットアニメってことで、結構やっぱりですね、結構皆さん自宅、ご自宅にいることが多くて、昔のアニメであったりとか、こうやったフィギュア、プラモデルがですね、結構私が、よく行っている おもちゃ屋さん、プラモデル屋さんでもですね、結構売れてるんですね、ガンプラであったりとか、こういうのが。なので、ちょっと私も、昔のアニメ見ていて、興味がまた湧いてしまったので買ってきました。ですね、こちらは、バンダイで、インアクションオフシュートって形で、これのビルバイになります。もともとこちらは劇中は、ダンバインが、主役機になるんですけど、主役が後期として、2番目に乗る機体がこちらのビルバインになってます。で、結構ですね、ダンバイン、ビルバイン、まあ、それ以外エルガイムとかいろいろあるんですけど、ロボット魂がですね、結構高性能で、いろいろ出ているんですけど、まあ、今回は、あえて、インアクションオフシュートにしました。はい。なのでね、そのうちまたロボット魂とかもし興味があって買うようだったら、そちらもレビューしたいと思います。はい。パッケージはですね、表が、こんな形裏が、こんな形で商品紹介がされてます。で、パッケージ自体が、まあ、こうぶる下げられる感じですね。最近ガンダムでもこういう、構成のパッケージが出てるかと思います。で、こちら両面テープがついていて、こちら本のように開けることができます。はい、こんな感じです。で、左側に商品説明が書いてあります。で、右側に、商品が見えるようにパッケージが入っております。はい、まあ、これ自体がね、こんな形で飾っておくことができるんですけど、あえて私は今日開封して、こちらですね、ビルバインは飛行形態に変形することができますので、ただですね、結構これ自体が、年数経ってるフィギュアなので、まあちょっとね、劣化していた場合は、まあ、そこで変形は控えようかなと思っています。まあ、ただですね、まあ、こんな感じで、知ってる人は知ってると思うんですけど、ライディーみたいな形、ライディーっていうのが昔あったんですけど、ライディーみたいに、まあ、ほとんどで、ね、あれですね、まあ背中を下に向けて、まあ、足をこう畳めばバード形態になるので、まあ、そんな形でちょっとやっていきましょうといった形になります。あとですね、まあ、商品大きさとかも、見せていければなと思いますので、はい、こちらじゃ開封していきたいと思います。はい、それでは開封しましたので見ていきたいと思います。まずあれですね、内容物からになります。ですね、こちらですね、よくバンダイさんは、昔のハイコンプリートモデルとか、あと、まあ、ロボット魂ちょっと、あると思うんですけど、結構バンダイさんこんな形で、モビルスーツもしくはこういうオーラバトラーとかのですね、機体紹介が書いてある、カードがあるんですけど、ここに6つ穴ですね、6つ穴のバインダーがにさせるように、穴が入ってます。まあ、これをですね、集めることができますといった形になります。あとは、こちらは魂ウェブのアンケート用紙ですかね。あとは、本体になりまして、本体はもうある、もう色分けされて完成してます。まあ、もともとインアクションなんで、完成品です。で、あとは、ソードの鞘と、あとは、ソード自体。もともと、
オーラバトラーは、刀ってこちらよくシルバーの刀になるんですけど、オーラバトラーはこうシルバーじゃなくてこういう黒い、剣先になってますね。原作通りです。あとは左腕ですね。左腕が、形状が違うものが1個ついてます。はい、あとこちらですね、オーラショットの、オーラショットって言うんですかね、これの、下に、ガンダムで言うとビームサーベルなんですけど、それの、出てるバージョンと、あとは、出てないバージョンという形で2つ入ってます。はい、これは、非常にありがたいですね。はい、じゃあ本体ですね。本体見ていきましょうか。はい、本体につきましてはこんな形で原作通りのカラーリングになってます。あと後ろですね。はい、こんな形になってます。ちょっとですね、私気づいたんですけど、この羽がですね、こちらこう開くんですけど、ちょっともしかしたらこれなんかちょっと違うのかなと思ったんですけど、その勘違いかもしれないですね。はい、あとはここに、機銃が2つついてますね。はい、で足の方はですね、これも畳めるように、こういう風に可動域がついてます。あとこちらですかね、こちら胸のところは、はい、こんな形で開けてここですね、出すことができます。私がですね、ちょっと手が大きいのでなかなかやりにくいんですが、これはですね、この頭を、こうやって持ってこうある程度やるとですね、これが、はい、バード形態の先が出てくるので、そういった形でこう変形ですね、はい、でこれを締めていただければ、はい、こんな形で頭の方が、顔は隠れて、はい、機種が出ます。これですね。バード形態の頭が出ますね。あとは、ここがゼータガンダムみたいな形なので、L 字型に、変形すればいい形なので、あとはこの背中の羽ですね。羽を広げて、はい。ちょっとですね、これ古い製品なんで、あまり、ガシャ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 やってると折れちゃったら嫌なので、一応こんな形で、はい、変形できます。ちょっと待ってくださいね。ですね、バード形態もそんなにがっつり変形できるものではないので、ほとんどこんな感じですね。多分この辺はバード形態にもうちょっとちゃんと原作通りに変形させたいんだっていうことであれば、このインアクションじゃなくてロボット魂の方が可動域が広かったり、もう全然違うと思います。この辺もですね、こう手を L 字型にして、よいしょ。これ説明書がないのでほとんどあれですね、こちらのパッケージに見て、やってる感じですね。ですね、もうこんな形でちょっとですね、やっぱり怖いなって感じですね。よいしょ。本当はね、手の爪とかも、違うとは思うんですけど、こんな形でもうちょっと L 字型にできると思うんですけど、ちょっと古い、経年劣化が想定される機種なので、はい、バード形態こんな形になりますという感じですね。はい、非常によろしいんじゃないかなって感じですね。本当はこれロボット魂だと、これが機銃がここにこうついたりとかするんですけどね、こちらは手に持たせるだけで、この辺に機銃はつかないですね。ライフルはライフルをここについたりとか持たすんですけど、
ね。あとはこの鞘はここですね、ここにつけますって形です。ちょっと一旦バードペーパーにしてるので、取りました。はい、こんな感じです。まあちょっとね、顔の部分はしっかり、できますけど、反りのところはまあこれが限界かなって感じですね。ただ色分けは非常にされてるので、非常にいいですね。はい、じゃあちょっとはですね、戻しましょうか。はい、戻します。はい、それでは元通りに戻しました。ですね、オーラバトラー形態に戻しました。はい、ですね、ちょっと参考までに、これが、インショットの、はい、ですね、インアクションオフショットの、ビルバイになります。今回紹介しているものはで、後ろにこの、並べているのが、こちらロボット魂の、エルガイムになりますね。やっぱりちょっとロボット魂の方が、あの全体的なクオリティとか、やっぱり全体的なボディ含めて、やっぱりちょっと、ワンランク上ですかね。ちょっと並べてますけど、サイズ感としてはこれどうしてもしょうがなくて、それぞれ世界観が違うので、例えば144分の1でも大きさが違うのは、仕方ないと思います。ここで、紹介したかったのは、それぞれですね、これが HG、プラモデルですね、ハイグレードのプラモデルの、質感です。これが、今回の、インアクションの、オフショットの、ビルバインの、質感です。これが、ロボット魂の質感になりますね。はい、で、あとは、ですね、最近は食玩でも、クオリティの高いこちらですね。はい、アーマーシリーズですね、食玩の、ガンダムですね。結構食玩のガンダムも最近クオリティ高いですからね。はい、いう形で、他の、シリーズです。同じシリーズこれないですね。さっき言った通りもハイグレードとプラモデルとか、ロボット魂とかっていうのと、あとちょっとこれ一昔になりますけど、今回の、インアクションオフショットのオフシュートですかね、これオフシュートの、ビルバインって形でちょっと並べてみましたが、結構ですね、原作に近い色分け、あとやっぱり全体的なクオリティは高いので、結構ロボット魂の方が高いので、もしまあお手頃の値段で手に入れたければ、こちらの方もいいんじゃないかなと思います。ただやっぱりちょっとバード形態にした時のやっぱりこの腕周りとか足の関節は、多分ロボット魂よりかは、可動範囲狭いと思います。はい、そんな形で参考にしていただければと思います。はい、以上となります。こんな形でですね、例えば、今私が紹介したみたいに、ハイグレードのプラモデルとの質感、ロボット魂との質感どんだけ違うんですかっていう形で、今後の購入の参考にできればと思いますので、こういう形でいろんなものを、フィギュア、プラモデルもご紹介していければと思います。よろしければ、チャンネル登録よろしくお願いします。また、この動画良ければグッドボタンもよろしくお願いします。はい、以上となります。こんな形で、雑誌の付録以外もですね、フィギュア、プラモデル、おもちゃ紹介していければと思いますので、参考にしていただければと思います。以上となります。てるてる百貨店でした。バイバーイ。